みなさん、おはこんばんちは、ゆわでーす。はい、こはるちゃんと、らまる。で、今日は、パン焼いてます、パン。パンパン、スパパン、パンスパン、パンパンって、なんか歌唱ったね、それは。僕あんま覚えてないけど。で、今日は、こはるちゃんたちと、パンを、こはるちゃんたちとパンを食べたいと思います。で、なんか、いいものが売ってたんで、買ってきました。ワンちゃんのために、とか、クッパ。ね、食べたいやろ。ね、ちょっと暗いね、ここ。こっちでしようか。これは、ペット用のスナック。もう一つのサイズ。なんで喧嘩するの？オーブントースターで温める程度で焼きたての風味が味わえます。小型犬は4から6個、1個ずつ、とりあえず1個ずつあげましょう。開けてみたんですけど、意外と開けづらくて、ギッチギチになっちゃいました。で、ちょっと邪魔だな。で、これが出したやつです。開けた瞬間、チーズの匂いがブワーって広がって、めっちゃいい匂いでした。普通になんか人間も食べてそう。熱い一回ちょっとチンさして。熱いこんな感じ。温める程度で、どのくらいなんかな。すごいざっくりとした説明だから何分って書いてないもんね。できました。カリ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 、熱いカリカリ、熱い。ちょっとこれ冷やさんとやめな。もういけるかな。終わりじゃん、ビビりすぎよ。もう待てるくらいには。お、カリ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 、熱い。なんか皿に入れよう。冷やさんとどうしようもない。熱い熱い。とりあえずここで一旦小春たちの冷やしておきます。で、今回このトーストに塗るのは以前動画であげたと思うんですけど、じゃん、アンズジャム、ね、これがアンズジャムとして普通に作ったやつで、その後でシロップを作った動画だと思うんですけど、あのシロップの中に入っているこれかな、このシロップの中に入っているこのアンズで、あれも必要なかったんで、そのアンズ使ってもう一回ジャムをうちのおかんが作ってくれたんです。そしたらなんかめっちゃ色鮮やかで、こっちの方がめっちゃうまそうっていう。普通にジャムとして作ったやつもシロップで作ったジャムの方が色鮮やかになるっていう現象が起きました。どっち使おうかな。まあ、普通にジャムとして使った方がとりあえず今回は塗ってみましょうか。いや、これ半分半分使ってみようかな。そしたら。とりあえず半分。塗り。塗りづらいからちょっと止めますね。はい、とりあえず半分塗り終わりました。食べてみましょう。音を聞いててください。甘酸っぱい。いい出来。色の割には美味しいです。とりあえず残りの半分食べてしまいます。一応半分食べてしまって、で、やっぱり喉が、喉が、ちょっと待って。喉が渇くんで、さっきから見せてる、このシロップで、炭酸割りを作りたいと思います。硬い。よし。で、これを、3分の1ぐらいかな。で、上からもちょっとちょっと
これもウイスキーとかで割ったら美味しいのかな。うちはお酒はあまり飲まないから炭酸なんですけど。うわお、泡立ってきた。いただいてみます。薄い。もうちょっと入れんば。これか。うん、美味しい。あんずの風味がめっちゃ強い。さっきのはちょっと薄すぎだ。で、残りの半分、この色鮮やかな方をね、つけてみましょう。はい、塗り終わりました。やっぱり色が違うね。では、いただきます。では、いただきます。こっちの方が酸味が薄くてマイルドな感じですね。個人的にはこっちの方が美味しい。あっちはちょっと酸味が強すぎてから、ちょっと甘酸っぱすぎる。酸っぱいのが好きな人はあっちの方がいいかもしれないですね。個人的にはこっちの方が、こっちの色の滑らかな方が美味しいです。はい、ごちそうさまでした。食べてしまいました。よし、じゃあ待望の小春ちゃんとランマルドパンを食べさせましょう。もう冷えましたね。カチカチだよ、カチカチ。ほら、ウイスやろねえ、ウイスやもんね。食べたいやろ、食べたかろうねえ。あー、壊れた。あー、取れた。丸飲みすからダメよ、あんたは。なんちゃ、待ちなさい。なんちゃも待ちなさい。あんたはただやるけん。あ、持ち上げた。はい、なんちゃ、ほら。ちょっと降りんね。ちょっと降りんね。立ったままじゃ食べづらいやろ。かじらんね。かじって。あ。おいしい。チーズ味だよ、チーズ。こうやってね、焼いてあげるパンのオレツもあるんで、皆さんもよろしかったら、おうちのワンちゃんたちと一緒にパンを食べながら、パンを食べさせてみたらいかがでしょうか。ね。またくれっていう顔してる。じゃあ、今日はこの辺で終わりたいと思います。よければ、高評価と、チャンネル登録、コメントもたくさん書いてくれると嬉しいです。それではまた、さようなら。バイバーイ。バイバーイ。バイバーイ。